はい、皆さんこんにちは、たつのりです。今回この動画ではですね、 iPad をですね、 Windows のサブディスプレイとして、サブモニターとして使えるようにする、使う方法を解説紹介していきたいと思います。はい、それではですね、実際にこの今 Windows PC があるんですけど、こいつの外部ディスプレイとしてこの今映ってる iPad を使えるように外部モニター化する方法を解説紹介していきたいと思います。で、その iPad をですね、外部モニター化する方法っていうのはいくつかあります。で、その中でもですね、今回は iPadOS17 以降になったことによって外部ディスプレイ化、モニター化できるようになったっていう方法のうちのですね、一つを紹介していきたいと思います。で、今回紹介する方法はですね、その前提条件として iPadOS が17以降である必要がありますというところで、この設定のアプリ開いていただきまして、一般のその中のソフトウェアアップデートタップしまして、そこの OS がですね、これ今 iPadOS17 なんですけど、 17.0.1 とか17以降にアップデートされていることを確認してください。で、今回紹介する方法がですね、 iPadOS の17以降で、かつですね、その UVC サポートっていうのがされている必要がありまして、で、その UVC サポートっていう、まあ、されている iPad がここに今映ってる iPad Pro の第3世代以降とか、今ここで私が使っているこの iPad 第10世代っていうものが、まあそれに対応しているというところになります。なので、今回私が紹介している方法は iPadOS が17以降のバージョンになっていて、ここに映っているような端末である必要があるという前提条件となります。それでですね、今回私が紹介する方法ですね、有線接続をして iPad をですね、 Windows のサブディスプレイにしていきます。で、有線でつなぐにあたってですね、そのHDMI ケーブルを利用していきます。まあ、一般的なというか標準的な HDMI ケーブルになります。で、この HDMI ケーブルそのままですと、まあ、iPad の方を刺さってくれませんので、変換アダプタを使っていきます。で、そのアダプタっていうのが今ここに映しているものなんですけど、この片側がですね、 USB-C の端子のタイプになっていて、これが iPad 側に刺さります。で、反対側は HDMI ケーブルが刺さるような形状となっています。で、これがですね、私が Amazon で購入したんですけれども、 USB-C オーディオキャプチャーカードと、まあ、キャプチャー用のケーブルっていう感じですかね。で、これが今現在在庫切れとなってるんですが、類似品がだいたいどれも2000円程度で買えますよというような感じで書いてありますと。で、これがまあどんなものかっていうのは商品説明の画像とかにもあるんですけど、これ HDMI 入力すると、まあ、ノートパソコンとかと、まあ、スマホとかを接続できるよみたいな形で表示されてまして、まあ、割と汎用性の高いキャプチャーカード、キャプチャー用のケーブルっていう感じですね。で、今回ですね、私が購入したものが、まあ、在庫切れになってしまっているので、その類似品のですね、URL をこの動画の概要欄に参考用の URL として載せておきますので、必要に応じてご覧になってみてください。で、こんなものを使うよと、まあ、約2000円ぐらいのケーブルを使うんだけどっていうところで、それをこの、まあ、iPad に接続します。で、iPad に接続します。で、この HDMI ケーブルをこのアダプターに差し込みました。で、差し込んで、その HDMI ケーブルの反対側をこの Windows のノート PC の方に差し込みます。というところでケーブルの接続が完了しました。で、ここからですね、もう一段階準備が必要になりまして、 Windows の画面をケーブル経由で送信するんですけど、それをまあキャプチャーするアプリっていうのが必要になります。で、そのアプリっていうのが無料で入手することができまして、 App Store を開きます。で、検索をかけるんですけど、ここで CAMOSTUDIO CAMO Studio っていうのを検索します。これですね、 CAMO Studio、まあ、日本語読みするとカモスタジオって感じですかね。ダウンロードします。こちらのアプリですね、無料でダウンロードすることができますし、課金なしで利用することができます。で、その CAMO Studio ダウンロードできたらですね、タップして開いていきます。で、アプリを開くと Welcome to CAMO Studio っていう形でこんな表示が出てきます。で、基本的には英語の表記となっています。というところで、今回ですね、ここの Continue っていうところを押して進めていきます。で、Continue を押しましたら、Permissions 許可を下ろしてくださいっていう表記が出ますので、まあいろいろカメラだったりとか、写真アプリとか許可を下ろしてねというところ
なのでここで Continue というのを押して進めていきます。で押したら今度 CamStudio がローカルネットワーク上のデバイスの検索および接続を求めてますなんていうのが出てきますので許可をします。でマイクへのアクセスも許可して、カメラへのアクセスも許可で、写真への追加アクセス権も許可してくれっていうのが出るので OK を押します。でカスタマイズシーンズなんていうのが出てくるんですけど、ここは無視して Continue で OK です。するとですね、このような表記が出てきますので、この×を押して一旦ここもスキップします。するとですね、そのアプリが起動しましたというところですね。で画面がですね、起動したらですね、ここの、iPad のインカメが起動して自分自身が映るんですけど、こいつをですね一旦削除したいと思います。でその方法がここにオールシーンズっていうのがありまして、これを開きまして、でその中のプラスマークを押してニューシーンっていうのを選びます。でここは適当に名前をつけてサブミットします。で名前つけたものを選びます。すると周りの円形がなくなりました。で円形がなくなったので、今度ここのですね、改めて画面左上のサイドバー的な部分をタップしまして、で今回今セカンダリーソースセッティングっていうところがこの iPad のインカメですねのソース設定になっているので、でその中のタイプっていうところ、カメラってなっているところをオフに切り替えます。そうすることでこう画面右下にいたですね、自分自身をまず消すことができました。で自分自身の表示を削除して、でまあ Windows の画面をですね映してサブモニター化していきたいと思います。でこれらのですね設定一度してしまえば、2回目以降は自動で設定が保存されてますので、初回のみという感じなのでご安心ください。でそうしましたら、今度はその Windows 側の設定を一度行います。あで今回は私ですね、その Windows の10を使ってその方法を解説します。 Windows 11の場合ですね、サブディスプレイの設定とか微妙にその表示場所とかが異なるかと思いますので、 Windows 11のですねサブディスプレイの方法とかに関する内容はですね、その概要とかを解説しているサイトとかの URL を動画の概要欄の方に載せておきますので、必要に応じてそちら参考にしてみてください。で今回ですね、 Windows の10の場合、この設定っていうところを開いていきまして、その中のシステムを開きまして、するとその中にディスプレイっていう項目がありますので、それを選択します。でディスプレイを選びまして、でその中にですねマルチディスプレイっていう項目がありまして、そこの表示画面を拡張するっていうのをですね選んでいきます。表示画面を拡張するっていうのを選ぶと、これで iPad 側にですねその画面を表示することができるようになるという感じですね。でそうしましたら、改めて iPad の方でですね、CamStudio の方の設定をいじっていきます。というところで、この画面左上のサイドバーのアイコンをタップしまして、その中でですね、プライマリーソースセッティングスっていうところで、タイプっていうのがあります。この部分が今カメラになってるんですけど、エクスターナルビデオソースっていうのがありますので、そいつをタップします。でそうすると、画面真っ暗になったんですけど、このデバイスっていうところがありまして、セレクターデバイスっていうので USB2 ビデオっていうのをタップします。するとですね、このような形で iPad の方に Windows の画面が映し出されたことが確認できました。でこの画面をですね、今 CamStudio 側のアイコンとかが映ってるので、この画面右上の矢印マーク、このマークをタップすると画面を最大化することができます。でその画面の比率の関係でですね、上に黒帯入っちゃうんですけど、このあたりは致し方なしというところですかね。一応その最大化を解除した上で拡大縮小っていうあたりはできます。それで今こう Windows の画面と iPad の画面両方映してるんですけど、画面拡張をしているので、ちょうどこんな感じで使えるようになるよという感じですね。で今 Windows の方で PowerPoint 開いたんですけど、こいつをですねこんな感じでその iPad の方に映し出したりとかっていうこともできます。